はい、皆さんこんにちは。こんにちは。アップバンクストアの伊沢です。はい。今回はですね、今まで実は2回行っているアップバンクストアのファンジン。まだ2回しかやってないのか。やってない。3回目次ができました。この紹介と、はい、あとはまあ今までのところとか見つつ話せたらなと思います。はい。お願いします。はい、お願いします。まず、アップバンクスはファンジンナンバー3、はい、ボリューム3が、5月の1日発送分、お店でも5月の1日には並んでおります。おから配られますので、はいはいはい、皆さんぜひぜひアップバンクスはウェブでもご注文いただければこれがついてきます。店舗ではフリーペーパー的な感じです。お持ち帰り、はい、いただけます。はい、はい、じゃあちょっと見てみますか。見ましょう。はい、どうぞ。はい、ちなみにファンジンっていうのはファンマガジンの略です。そうですね。はい、まず塗り絵があります。塗り絵があります。塗り絵があります。で、アップバンクストアの店舗紹介があります。はい、開いていくと今回は読み物があります。本当にあった怖い話、眠れなくなるぞって書いてある。いいね、これ怖いね、この顔この顔はい、いろいろ書いてあるんです。これ、はい、私が書きましたですね。はい、はい、ありがとうございます。お、すげえ。下下マックス村井を探せ。これね、めっちゃむずいんすよこれね。私ね、サンプルの時に見せてもらったけどね、分かんなかった。ちょっと見ただけだと。私も実はね、結構かかってね、まだ見つけられてないし、うん、マックス村井を探せ。開きまーす。パカパカ。おお、今度見開き。マックス村井24時、1日ですね。あの、村井さんどれぐらい寝てるんですかとか、うん、お忙しいんですかとか、いろいろ質問よくいただくんですけれども、これ見れば私の24時間のスケジュールが分かります。はい、これすごいですね。朝8時、うん、出勤、うん、はい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 。結構盛りだくさんな一日が詰まっております。気持ちちょっとだけ嘘が入る。あ、そうなんですか。お昼時に私はアップバンクストアでお買い物とかしませんよ。確かにちょっと持ってる。もうちょっと持ってる。ただまあこういう一日はありますよね。まあまあまあ、ありますあります。マックスぐらい24って書いてある。24。はい、はい、これのすげえなー。ました。次は夏バージョン。こちらでございます。サメ、サメ、そしてマックスフライ。見えるかな。これね、覚えてるよ、撮影の時。いや、すごいっすよね、これ本当に。こうなってるじゃないですか、うん、実際メイキングというか、うん、撮影の時どうやってこれ撮ったと思います。ね、ちょっと分かんないんで教えてもらっていいですか。棒を持って、はいはい、ジャンプで下から撮ったんですよ。棒をぶら下がるわけじゃなくて、ぶら下がるわけじゃなくて、持って棒を持った状態で私がこうやってジャンプするんです。あ、そうなんで、カメラマンさんは下から私がジャンプした瞬間に写真撮ってる。それがこれですよ。もうね、何十回ジャンプしたか分かりません。へえ、そうなんですね。そうですよ。かなりこれ気合入ってるじゃないですか。いや、めっちゃ気合入ってます、はい、ここでね、これ3個目じゃないですか、はい、実は1、2も背面全部ちょっとご紹介させていただきたいんですけど、行きましょう行きましょう行きましょう。まず1、歴史ね、歴史。これは昨年の10月から配布させてもらったやつです。はい、ちなみにあの、はい、もうありません。ありません、先着でなくなり次第終了で、毎回6万部、6万部ぐらい、 EC と店舗それぞれ半々ぐらいで配布するのかな、はい、6万部ほど、準備をしてなくなり次第終了とさせていただいてます。毎回ね、なくなっておりますんで皆さん今回もぜひじゃん。はい、1回目懐かしいね。初回がこれでございました。すごいですよ。これもあのジャンプ、これもジャンプでしたね。これジャンプというか、あの本当にこれもジャンプですこれこそジャンプですよね。めっちゃ飛んでます飛んでばっかりですね。はい、でボリューム2、はい、ボリューム2いきましょう。ボリューム2は、今年の1月に配布させていただきました、うんうんうん、これも6万部ぐらい。おお、宝探しだね。宝探しですね。横、はい、いいですね。これはジャンプしてません。ジャンプしてません、はい、よかったよかった。はい、で、3個目レア、はい、っていうところなので、皆さん、皆さんぜひとも、アップバンクスター店舗ないし EC、5月1日以降配布開始、なくなり次第終了、ゲットされてください。あと、こちらの塗り絵もぜひともお楽しみください。
結構あのお子様とかね、若い方から塗ったでって言って写真よくいただきます。非常に嬉しいです。過去のもね全部塗り絵になってます、裏のあれが。はい、はい、ということで皆さんぜひぜひアップバンク、アップバンクファンジンボリューム3、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村ライブではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。